奥村光雄による波動論的な言語区画案図。大々色が中近畿式方言、水色が北近畿式方言、茶色が西近畿式方言、黄色が東近畿式方言、緑色が南近畿式方言。濃い青色と濃い緑色は非近畿式方言。丹波はこの地図では3つの区画にまたがっている。丹波方言は、 京都府中部と兵庫県東部にまたがる丹波地方において話される日本語の方言である。近畿方言の一つ。方言学では旧丹後国の舞鶴市から宮津市南東部も含む。丹波方言のうち京都府内のものについては奥村光雄によって詳しい方言区画が示されている。奥丹波、口丹波の故障は以下の解説でも用いる。音声の特徴は 他の近畿方言と共通する。一泊後は、ててのように超音化するのが普通である。兵庫丹波から口丹波にかけてでは、全然伝伝のように、座行と打行の混同がある。アクセントは、南部では、京阪式アクセントだが、北部の丹波市、京丹波町北部、福知山市のほとんど、綾部市、舞鶴市、宮津市南東部は、たるい式アクセントである。 また、福知山市の旧薬の町の上、薬の地区は、西隣の兵庫県北部と同じく、東京式アクセントである。下表は、丹波各地域の具体的なアクセントを示したものである。二拍目に、白内加工が現れることがある。断定の助動詞は、南部を中心に、矢が用いられる。奥丹波では、蛇が多いが、近年では、蛇専用地区はなく、矢が優勢である。 主に、兵庫丹波から、奥丹波にかけてで、三、顔ってやのように、連用形手で尊敬を表す、手や敬語が使われる。山陽からハリマ、丹波、北陸までの帯状の地域で使われる形である。口丹波でも用いるが、この地域ではより高い敬意を表すのに、引く春を用いている。過去形は、引くちゃった地域によっては、たったとなり。 これの類推から現在形も大茶となる地域がある。信仰、継続は、と、てでありとも、京都の、で春に対応する。振興書は、丹波方言一般には、とるを用い、口丹波の一部では、京都同様、ひくテルも用いる。とる、テル平洋の地域では、とるは、より男性語的である。一方で、兵庫丹波から、奥丹波にかけてで、 中国方言と同様に、連用形よるで、進行や軌道を表す。例えば、俺、今そこでこけよった。という場合、俺、今そこでこけそうになった。という意味になる。すなわち、こけなかったということになる。疑問の終助詞には、か、こがある。また、口丹波には、けがある。かは、男女共に用いるが、け、こは男性のみが用いる。けは、 京都市以南では男性用語だが亀岡市などでは女性も使う。関東女子にはなあや脳が用いられる。ありがとうございます。